こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、足との組み合わせ3連符ということでですね、第2弾ですよね。8分の12で書きましたが、このように3連符をこういろんな組み合わせでやるんですが、ハイハットをシブで踏みましょうってことなんですね。なので最初の1番はチドドチドド、こうですね、チド。この僕はダブルの場合はこのスライドってやつで、手前踏んで向こう踏んで、だからこれやるとね、このこういう電子ドラムでも結構ダブルちゃんと踏めるんですよ。なので大事なのはこの場所の踏み替えね。こういうボタン式であったとしてもこうやって踏めるので、なのでチーなった時は足がまだこっちにいるってことね。チドド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 、これこのハイハットのタイミングで手がで、このダブルの場合は3個目はこうやって踏むんですが、ちょっと難しいのでこの両手と両手でスネアとクラッシュで終わりたいと思います。なので120ぐらい、ワン、ツー、スリー、フォーという具合に練習してもらえば、まあこれ長い時間こうキープできるように練習してもらえば。次はドタドドタド、このバス、まあ要はシャッフルのビートですよね。これを要はやるときはドドドドド、最初のここド G で足引いてこうね、でドタド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 タドドタド、これをタム移動しながら120で、ワン、ツー、スリー。最後ドドーンで終わればいいかな。で次が僕苦手なんですが、ドドタ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 です。最初のここがこうすれ違うのね。あ、こっちは踏んでるのでこっち手前行くので、これはちょっと難しい。でドドタドドタ、最後クラッシュ行くときは手前に引かずに頭で戻す。これちょっと僕もまだまだ全然揃ってないですね。4、5、6はすごく使うんだけど、これはもうちょっと前もやったタッとタッとタッとタッ、16の時これはもうね、これもよく定番の回し方なんですが、足が裏に来るやつね。で最後だけダブルになるので気をつけてください。せーの、ということですね。で次はドタタドタタです。これがこの間ガットがこっちだし、多分ユニゾンスクエアガーデンのドラムの方も多分これなんじゃないかな。音が重厚になるんでかっこいいですね。出ます、ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ということですね。で次はタッタタ、これは手がシャッフルで足が踏む、これちょっとややこしいんですけど、で手の動き方は普通にタドタタドタタドタタド、手はタッタ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 でもいいし、ジャズ的に行くんだと裏からっていう風にやってもらってもいい。か、最後スネアになってクラッシュですね。という形ですね。ちょっとやっぱり流れがこう前進する感じになるよね。こう階段を降りていくみたいな。これだと踏みしめていく感じになるので、この違いですね。もうこれディジョネットの時出てきた2拍3連ですね。2拍3連は僕はまあこれタム移動しなくていいと思うんですけど、ハイハットとの関係だから足は、手が表だと足は裏の2拍3連なので、ツドンドットツドンドットツドン、ツドン同時ツドンドットツドンドットになります。右手でいって
だから最後はダブルにするので足引かなきゃいけないですね。ワン、ツー、スリー、フォー。で、裏の時は今度は足が表になるので、ドッドツドン、ドンドツドンになります。で、手は左手でいきます。なので、そのまま着地してみて、ツー、スリー、フォー。ってことですね。で、二つずつ。これは最後は足二つで終わるので、こうやって終わってもらえばいいと思います。なので、ツッドドン、ツッドドン。前半のここだけをハイハットと右足でやると、ツッドドン、ツッドドン、ツッドドン。後半は、ドドン、ツッドド。だから、ドドンは、ここのやつドドンで、ツドドはこっちの1番と3番、この要素が要は全部できないとこれがうまくできないですね。だからってことね。スリーフォーという感じですね。不揃いはちょっとこの電子ドラムのせいにしてるけど、ちょっと勘弁してください。でもまあもっともっと揃えれると思いますね。僕もちょっと精進します。10番はこれがずれます。タドドドドンドドン。なので足はツドドンドドンドドツドドンドドンドドになりますね。ここからスタートするのと一緒かな。ツドドウドドンドドっていうのと一緒なので、まあ動き自体一緒だけどスタートが変わるとだいぶ違います。手は本当は裏から行きたいところなんですが、最初まあスタートは右から行くんだけど、右左右左右なので、ここ戻ったところは左から行くとうまくいくということなんですね。ワン、ツー、スリー、フォー。で、最後クラッシュに行くときはここ左にしないと難しいので、というふうに練習していただければと思います。そうするとシングルパラディドルをここに無理やり、要はミ、パーラーディードパーラーディードパーラーディードをやっていくと、これはタッタタッタはやりましたよね。でタドタタドタでドドタはやったし、でドタタで今度はドタドドタドタタという具合にこう4サイドでちゃんと見る。タツタタツタドドタドタタドタドドタドタタドタドとっていう風に見るってことね。こう。という具合に練習してもらうと。その時にダブルがこのタドタタドタ、ここダブル、ドドタドタタでドタド、ここダブルタドでタタドタドと、なのでという場合に足がそこのタイミング、ダブルのタイミングが来るとちゃんと足が引かれるように、こうもう体が覚えるまで訓練する感じですね。はい、これを全部ずらしていくと、スタートが違うだけ、順番が違うだけね。要はここがタドド、ここから始まってる感じ。せーの。ということですね。インワードファライブ。今度はタタドタドとちょっとひっくり返ってますね。ここのタタドタドとここからスタートする感じ。リバースファライブ。という感じですね。で、まあ、最後ディレイドファライドルですね。これはもうだからまあエチュードなんで覚えとく。でこれを実際にこう実際に使うときはまた使い方とかはまた今度やりたいと思いますが、最後は同じですね。ディレイはここにダブルが来るので、最後のときはこれでいいと思います。それではディレイでやってみます。といった具合に、まあいろいろ考えられるパターンを左足をちゃんと組みながら、足がいろいろフレーズがまたいだとしても、どんどんこうやって
こういろんな組み合わせをやっておくと、そうするとこう軸になる四分音符がずっと左足で踏めるっていうことはどっかで感じて、これ踏まなくなっても感じてれることになるので、こうやって必ず四分音符を踏むとリズムが安定しますよね。今日は120でやってみましたが、もっともっと速くしてもいいしね。これ本当速いとできないですよね。かなり頭の体操なので、ものすごくいい、まあウォーミングアップにはなるのかなと思います。だからドラムセットになれるときに、こういう手足の組み合わせは僕はまあ片っ端から、まあこんなの別に書かなくてもね、覚えれると思うじゃないですか。だからこうずらしてるだけなんでね、手2つでいく、足2つでいくね、みたいな感じと、あとは2拍3連にするとかね、パラディドル掘り込むっていうふうに考えてるだけなんで、ダブル掘り込むかもあるので、まあこんだけのことなので、これをちょっとそのなんで1段目だけちょっとザーってやって、あ、体でこう、あ、このドラムセットはこれぐらいのそのまあズレがあるというか、ハイハットはこれぐらいの感覚でみたいな、だんだんすぐ微調整できるようになってくるので、だから最初にやっぱり僕は早めにちょっと行って、ずっとドラムセッティングしてるときは、まあそこのドラムセット慣れるのにこういうエチュードをいっぱいやります。というわけでぜひ使ってみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。